はい、皆さんこんにちは。レクセン2コースの川原です。2022、過去問解析プラスアルファ討論ですね、鑑定理論2回目の講義を行っていきます。手元2回目のレジュメを準備してください。はい、2回目レジュメですね。また問題1を使いましてプレ講義を行っていきます。答案構成してきていただいてますかね。ぜひ答案構成、問題1については答案構成した上でですね、講義受講するようにしてください。はい、よろしいでしょうか。では問題1、問題文読んでいきます。第2回ですね、解説レジュメ1ページ目、問題1を見てください。で、問題文、鑑定評価の基本的事項のうち対象動作の確定と求める価格の種類の確定について次の各問いに答えなさい。小問の1、対象動作の確定について説明しなさい。また対象確定条件とはどのような条件であり、具体的にどのようなものかを述べなさい。あからおの符号をして5つ記載すること。小問の2、鑑定評価において求める価格の種類について簡潔に説明し、正常価格及び限定価格の定義を述べなさい。小問の3、A 土地概算額100の所有者が隣接する B 土地概算額100を購入した上で、E 対地概算額250として利用することを検討しており、A 土地所有者から鑑定評価を依頼された場合において、次の1から3のそれぞれについて対象確定条件が括弧1のあからおのいずれに該当するか、またその場合に求める価格の種類について答えなさい。ただし、B 土地上には老朽化した需要の建物、概算額0、解体費用20が存在している。なお、回答はあからおの符号と価格の種類のみを記載すれば足り、説明は不要である。1、B 土地上の建物を売り主の負担で解体・除却することを前提とした場合における B 土地の鑑定評価。2、B 土地及び地上建物を A 土地の所有者が購入後、建物を自己の負担で解体・除却することを前提とした場合における B 土地及び地上建物の鑑定評価。3、B 土地上の建物を売り主の負担で解体・除却すること及びその後に A 土地と B 土地と併合することを前提とした場合における1対1の鑑定評価。対象確定条件は2つ記載することとなっています。この問題は、総論第5章鑑定評価の基本的事項のうち、対象動作の確定、対象確定条件と価格の種類の確定について、基本的な知識と担当的な知識を問う直近ですね、令和3年度の本試験問題第2問、問題2ということになってきます。で、ちょっとこの問題なんですけど、ざっと問題今読んでみたんですけど、見てみて、こう難易度って優しい難しいってどう思いますかね。小問さんね、ちょっとこう事例問題でこう設定がね長く、少しね出題形式が変わった形式なんですけど、こう全体的に小問の1、2とか見てどうでしょうかね。難易度ってなんか比較的取りやすい、比較的こう優しめの問題みたいに読めませんかね。ただ、これ直近令和3年度の本試験問題なんですけど、4問中、そうですね、どちらかというと、こう、書きにくかったというか、点数がそれほど伸びなかった問題なんですよね。今受講されている方にも、この令和3年度の本試験問題ですね、実際に本試験解答で解いた方もいると思うんですけど、それはなぜかっていうのは、お分かりいただけますかね。特にこの対象確定条件ですね。対象確定条件。令和3年の前年度、令和2年度において、権利の対応に関する対象確定条件の問題が前年に出ていたんですよね。なので、多くの受験生は、対象確定条件については、2年連続して出題されないんじゃないかということで、手薄になっていたので、なので、この問題、一見簡単そうなんですけど、実際本試験においてはこう穴になっていて、点数が、伸び悩んだ、受験生も、多くいた、そういった問題ということになってきます。で、鑑定理論というのは教養科目とは異なりまして、倍の4問出題されますね、4問。なのでやはり1問ぐらいですね、穴的な問題が出るんですよね。毎年やっぱり4問中1問ぐらい。それで穴的な問題の対応策は、やはりこう網羅的な学習になっちゃうんですね、王道的に。その穴的な問題、みんなが書けなければ問題なんですけど、結局やっぱり合格者レベルの方はしっかりと網羅的に学習をしているので、そういった問題もしっかりね、守りの答案が書けるわけなんですよね。つまり出題可能性が高い問題というのは、多くの受験生が準備しているので、それみんな書けるわけなので、
その問題自体は合否を影響を与えないんですね。実はこの穴的な問題、4問中1問ぐらいの穴的な問題をしっかりと守りの答案が書けるような、そういった網羅的な、ね、学習ができているかどうか、その辺が実は最終的には鑑定上合否を左右していきますので、まあ、そういった意味ではやっぱりですね、山張りはダメだってことですよね。山張りはダメです。メリハリはいいんですけど、山を張ってやらないとかですね、まあ、そういった、ね、判断はですね、やっぱり4問出される鑑定理由においてはそれちょっとリスクの高い戦略ということになってきます。出題された論点そのものが2年連続出される可能性は当然低いです。例えば前年令和2年度に権利の対応に関する対象確定条件が出てますので、それについては2年連続して出される可能性というのは、ね、低いです。その点については山張りを行ってもいいと思うんですけど、ただ対象確定条件そのもの、つまり分野そのものについてはメリハリでランクは下げても構わないんですけど、やらないっていうのはそれはリスキーです。やはり同じ論点は2年連続して出される可能性は低い、山を張ってもいいんですけど、同じ分野ですよね、対象確定条件そのものについてはやはりですね、これ条件基本中の基本です。担当本試験でも毎年のように条件を出題されています。なのでやはり分野そのものについてはメリハリでランクを下げることは構わなかったんですけど、やはり全くやらないというですね、そういった判断はこうリスクの高いですね判断だったんだということになってきます。この問題もやはり、ね、最低限の定義等々についてはしっかりとですね、ランクを落としても構わなかったんですけど、こう準備をしてほしかった、そういった問題ということになってきます。これは結局令和4年度もそういったことが考えられるということです。例えばこの問題、限定価格の問題が出ています。なので、まあ、限定価格そのものが2年連続して出される可能性は、まあ、それは低いです。そういった意味では山張りをしてもいいと思うんですけど、じゃあ価格の種類の分野が令和4年度にじゃあ出されないかということを、そんなことはないです。やっぱり価格の種類というのはやっぱり基本中の基本で、2年連続して出される可能性は十分にあります。つまり本件は限定価格の、ね、問題だったんですけど、それ以外の正常価格だったり特定価格ですよね、そういった価格の種類の問題が出される可能性は十分にあります。なので限定価格論点そのものは山張りをしてやらないって判断もありだと思うんですけど、価格の種類分野そのものについては決して山張りをしてはダメで、しっかりとですね、準備をしておく必要がある、ね、そういったものです。対象確定条件も同様です。やっぱり基本なので、この対象確定条件5つ挙げなさい、そういった問題をね、2年連続しては出ないと思います。ただ例えば、さら地と建て付け地の対比問題、現況地建てなんだけど、さら地として評価を行う場合と建て付け地で評価を行う場合でこう比較をさせるような、そういった過去の本試験問題なんか出ています。この場合に記述すべき対象確定条件は独立鑑定評価と部分鑑定評価ですね。そういった形でやっぱり対象確定条件の定義を書かせるような、そういった問題なんかも十分考えられますので、まあ、そういった意味ではやっぱり対象確定条件は定義等々ですね、ランクは下げても構わないんですけど、やっぱりねそれなりに準備をしておく必要がある、ね、そういった分野ということになってきます。はい、では答案構成していきましょう。まずは小問の1ですね。中心論点はまず対象不動産の確定を説明するということですね。対象不動産の確定の説明、上位概念としましてはこの問題文1行目からですかね、鑑定評価の基本的事項のうちの一つなんだって位置づけを示す。これは小問に価格の種類と共通の上位概念として、まずは冒頭上位概念として鑑定評価の基本的事項ですね、3つ挙げるということになってきます。で、対象不動産の確定の説明としましては、ズバリ基準に該当箇所がありますよね。確定について述べている基準が。確定というのは大きく2つに分かれてきますね。確定というのは大きく物的確定のみならず権利についてもですね、確定していくんだとかね、物的確定、権利の対応の確定です。で、確定作業というのは具体的にはどういった流れで確定していくんですかね。確定というのは確認という実践的なね、こう得て最終的に確定していくんだってことですね。そういった
基準がですね、しっかりと5章に示されてますので、そのね、該当する基準をですね、しっかりと引用することがポイントになってきます。あとは特にこれ、簡潔にとかそういった限定がありませんよね。なので、まあ、加点自由的にこうある概念の説明が本試験で問われた場合には、加点としましてはその概念の必要性、つまり対象不動産の確定の必要性まで触れられると深い理解をアピールできですね、加点自由ということになってきます。続いて小問1、2つ目の中心論点としては対象確定条件の説明ということになってきます。やはり基準に該当箇所がありますよね。対象確定条件というのは名前の通り対象不動産を確定するために必要な条件なので、対象不動産の確定というのが物的確定と権利の対応の確定に分かれてきますので、対象確定条件も物的事項、権利の対応に関する事項を確定するために必要な条件ですね。そういった定義が基準に示されています。で、小問1、3つ目の中心論点としましては、その対象確定条件、具体的に5つ挙げて説明するということになってきます。こういったカッコ書きありますよね。これ試験員の意図がしっかりと示されているところですので、しっかりとこのカッコ書きですね、指示に従ってあからおの符号を示した上で5つの対象確定条件ですね、述べるということになってきます。5つの対象確定条件としましては、さすがに大丈夫ですかね。5つというのは現況を主要とした鑑定評価、独立鑑定評価、部分鑑定評価で、併合分割鑑定評価、未竣工建物等鑑定評価ですね。これ上げるだけではダメですよ。上げるだけでは、上げなさいじゃなくて述べなさいってなってます。述べなさい、要はこれ定義を示しなさいってことです。まあ、本文でいう点数の稼ぎどころですね。この5つの対象確定条件、しっかりと定義を示して得点を積み上げていくことがこの問題ですと、まあね、ポイントになってた部分なんだということになってきます。実際本試験でもただ上げるだけの方もいたんですけど、それですとやっぱりちょっと失点してしまいますね。しっかりとこの5つ、定義を示すことがこの問題ですとポイントになってきます。で、小問の2、まずは価格の種類、簡潔に説明します。簡潔にって指示がありますよね。つまりは価格の種類の確定について述べている基準の全文的な基準がありますね。あの全文を端的に引用すれば足りるのがこの、ね、小問2前段ですね。価格の種類の確定ですね、簡潔に指摘するということになってきます。で、後段は正常価格、免定価格の定義を述べなさいですね。定義を述べればいいということで、定義を述べなさいです。それぞれ5章の基準を引用して淡々とですね、定義なんでやはり、ね、一言一句正確に5章の基準を引用して正常価格、限定価格の定義を述べるということになってきます。特に限定価格の定義、長くて覚えづらいところですので、こうしっかりとですね、正しく引用するですね、そういったことが試されています。で、ちょっと取材形式が担当的な形で、こう事例問題ですね、ちょっとね、実際本試験受けた方もね、驚かれた方もいたと思うんですけど、小問の3ですね、設定されている事例としましては、A 土地の所有者が隣接する B 土地を購入して、併合して1対1とする場面ということですね。で、隣接する B 土地の上には、問題5行目くらいですね。B 土地用には老朽化した建物が損しているんだ。そういった場面ということになってきます。構図を書きますと、スペース狭いんですけど、こんな感じですかね。ちょっと形がそれぞれ悪くて、A 土地、B 土地、で、B 土地上に老朽化した建物が損する場合で、A 土地所有者が B 地を購入、併合して1対1とする場合に、A 土地所有者から、購入者から評価の依頼を、ね、受けた場合の、そういった事例が設定されています。その場合の中心論点は、対象確定条件、
とはそれぞれ求める価格の種類を指摘するということですよね。一応なお書きでこのなお、回答は赤らおの符号と価格の種類のみを記載すれば足り、説明は不要たる。こういった指示もしっかり守ってくださいね。こういったことを読み落として説明なんか加えてしまうと非常に印象悪くなりますので、この正門さんは端的にこの正門1で示した赤らおの符号のどれに該当して、で求めるべき価格の種類は何なのかって、こう端的に結論だけを示せばいい、そういったね事例問題ということになってきます。じゃあ丸1ですね。丸1は B 土地上の建物を売り主負担で解体することを前提した場合における B 土地の評価ですね。評価対象は B 土地です。売り主が解体することを前提としてますので、これ対象確定条件は建物がないものとしてってことですので、これ独立鑑定評価ですね。で、B 土地の評価ですね。B 土地。取得部分ですね。取得部分の評価ですので、これ、価格の種類は、これ、増分価値が生ずるので、限定価格ですね。A 土地が B 土地取得する、その取得部分であります B 土地の評価ですので、増分価値が生じて、価格の種類は、これ、限定価格ということになってきます。で、丸2。B 土地及び地上建物を A 土地の所有者が購入後、自らの負担で解体することを前提とした場合における評価対象は、B 土地及び地上建物です。要は、建物及びその敷地ってことですよね。まあ、具体的にはこれ、地建てですね。で、地建てのまま購入して、購入後、買い主自ら建物を取り壊すってことですよね。なので、地建てのまま購入するので、対象確定条件は、現況証とした鑑定評価です。で、B 土地及び地上建物。B 土地及び地上建物。要は、取得部分ですね。やはり、A 土地所有者が B 土地を取得する分、B 土地及び地上建物、取得部分ですので、丸にも求める価格の種類は、増分価値が生じて、これ、限定価格として求めていく場面ということになってきます。で、丸3、B 土地上の建物を売り主が負担して解体すること。で、A 土地と B 土地と併合することを前提とした場合の評価対象は、併合後の1対1ですよね。で、1点注意、括弧書きで、丸3だけ対象確定条件を2つ記載すること。結構本試験とかって緊張してるので、こういった指示を落としてしまうんですね。対象確定条件1つだけしか記載してないとか、そういったことも実際は本試験でありました。しっかりね、こう特に括弧書きというのは試験員の意図がね、指示が示されているところですので、こうしっかりと読み込んで対応していく必要があります。売主が解体することを前提にするので、独立鑑定評価で、しかも併合後の1対1を評価対象するので、これ併合鑑定評価ですね。対象確定条件2つとしましては、独立鑑定評価と併合鑑定評価で、これ併合後の1対1の評価です。価格の種類はこれ正常価格ですね。これよく担当のね試験で聞かれています。担当ですとね、こう典型論点ですね。併合鑑定評価で求めるべき併合後の1対1の価格の種類は、これ併合という言葉に引っかかって限定価格とするんじゃなくて、併合後の1対1の評価はこれ正常価格として求めていく場面です。実際これ令和3年度の論文本試験ですよね。その年令和3年度の担当本試験でこの論点出ています。併合鑑定評価で求める価格の種類は正常価格なんだってね、論点が出てます。なので、担当と今論文が結構リンクしてるんですね。担当で出された知識がまま論文で出されるような、そういった傾向があります。まあ、基礎を重視した論文本試験になってますので、実際担当で出されたね基礎的な知識が論文でね出される、そういったこともありますので、実際から担当の問題を解いておくというのは決してねマイナスばっかりじゃないってことですね。残念ながらこう参心して担当から受け始めるって方もいると思うんですけど、なんかマイナスばっかりが意識しちゃうと思うんですけど、そんなことはないですからね。鑑定理論で担当を受けることによってこう網羅的に学習ができて、しかも意外とやっぱりですね穴になってるところがあって、しかも担当の問題解くと意外と理解できるんですよね。で、今担当と論文がリンクしてますので、担当の知識は論文に生かすってことも全然できますので、まあ、そういった意味で、ね、担当受けたり問題解いたりすることは決してマイナスばかりではないということになってきます。本文もご担当の知識をですね生かして、価格の種類ですね正常価格として求めていくんだ、
で、これ担当の問題としてこれ出されたならば、皆さんこう慌てずに対応できると思うんですけど、これ論文の問題でこれ出されると、結構多くの受験生がこれ間違っています。正常限定額逆に書いたりですね、やっぱり対象確定条件一つしか記載しなかったりとかですね、結構やっぱり論文の問題でこういった事例ものが出されるとやっぱりこう慌ててしまうんです。変に難しく考えてすぎてしまうとかね、考えすぎてしまうので、冷静にして、とにかくね、出題形式がなんかちょっと変わった形式の場合には、それに惑わされることなく、聞かれてることはですね、通常基本的な知識です。なんか出題形式が変わっているときほど、聞かれている内容は冷静に見るとそれ、ね、基本的なことですので、慌てずに、まあ、担当なんかの、ね、知識なんかもですね、担当で学んだような知識なんかをうまく活かして慌てずに対応してほしかった、まあ、そういった問題がこの正文3ということになってきます。はい、で回答例見ていきましょう。14ページ進んでください。はい、14ページ進んでください。まずは正問1、対象不動産の確定の説明。まずは正問1に共通の上位概念として、基本的事項の確定から書き下っていきます。縦1、不動産の鑑定評価にあたっては基本的事項として対象不動産、価格、時点、価格または賃料の地で確定しなければならない。対象不動産、あと正問2で出てきます価格の種類ですね、いずれも基本的事項の一つなんだと位置づけてね、共通の上位概念です。で、縦に対象不動産の確定基準をしっかり引用していきます。縦に不動産の鑑定評価を行うにあたっては、まず鑑定評価の対象になる土地または建物と物的に確定することのみならず、鑑定評価の対象になる所有権は所有権以外の権利を確定する必要がある。確定というのは物的確定のみならず権利の確定ですね、2つの確定から成り立っているんだということになります。で、しっかりと中心論点ですので、じゃあ確定ってどういった流れで行っていくのか。第2段落、対象動作の確定は鑑定評価の対象を明確に他の不動産と区別し特定することであり、明確に特定することなんで、これ確定ですよね、単純に明確に特定することなんで、こう確定と言います。で、それは確定は不動産鑑定士が鑑定評価の依頼目的を条件に照合する対象不動産と当該不動産の現実の利用状況等を照合して確認するという実践行為で最終的に確定されるべきものであるとなっています。確認という実践行為を得て最終的に確定されるのが対象不動産の確定です。手順のトップバッター、基本的事項の確定としての対象不動産の確定というのは、依頼者が関連的に確定しているに過ぎない状態です。例えば、更地の評価で依頼者が事務所に来て、事務所の机の上に写真と地図を示して、すみません、この更地の評価を行ってください。そういった場面が手順のトップバッター、基本的事項の確定としての対象不動産の確定です。そのもうすぐに更地の評価を行っていいかというと、依頼者は嘘をついているかもしれません。間違っているかもしれません。本当に更地かどうかわからないということですね。なので、しっかりと鑑定士はですね、鑑定士は、実際現地に行って、依頼者の鑑定評価の依頼目的、条件に照合する対象不動産、依頼者が更地といった内容と、当該不動産の現実の利用状況と照合するという実践的な確認行為で、最終的に今更地と確定していくべきなんだということになっていきます。確かに建物等が建っていないな、第三者の権利もついていなそうだな、ね、そういった実践的な確認行為で最終的に確定していくのが、まあ、広い意味での対象不動産の確定なんだということになってきます。で、この記述ありますよね。この記述というのは、例えばの対象不動産の確認の必要性ですね、8章の手順、対象不動産の確認の必要性が問われた場合にも、この確定のこの5章の基準をですね、しっかり引用していきます。なので、これ確定令和3年度出たからもうやらなくていいかというと、これ確認の問題の中でまた聞かれる可能性は十分にあります。なので、やっぱりこれ基本的なところは、やっぱりですね、2年連続出される可能性はね、ありえますので、こういった確定のね、定義等々、これ確認の問題として記述する可能性も十分にありますので、これは全くやらないというのはなしです。メリハリでランクを下げることは問題ないです。ただ、山張りでやらないですね、そういった判断はこうリスクの高い判断なんだということになってきます。で、本の
確定中心論点ですので、仮定自由的に対象動作の確定の必要性ですね、述べていきます。縦に最終段落見てください。不動産は人文的特性として併合及び分割の可能性をすると、その範囲が可変的であり、権利の対については所有権、地上権等の物件だけでなく、外見から分かりにくい賃借権等の債権も評価の対象となり、また2つ以上の権利利益が同一の不動産のように存する場合には、それぞれの権利利益についてその額または賃料が形成されると、その対象が複雑である。したがって鑑定評価によっては対象動作を確定しなければならないとなっています。単位的にこういった一般の財フレクションマーカー、対象が単純ですよね。確定するにはこれですって形を示せば単純に、ね、確定することができます。一方、なぜ対象動作の確定が必要かって、それは一言で言うならば、対象が複雑だからってことです。これが端的に理由です。で、なぜ複雑なのかっていうことを、物的な側面と権利の側面から説明していきます。まず物的には、不動産は特に土地では人文的特性として併合分割の可能性しています。つまり、範囲が可変的だってことですよね。この間まで一つだった土地が、いざ行ってみると、なんかね、5つに分割されていたり、この間まで隣り合っていた2つの土地が、いざね、現地で行ってみると、なんか1つになっているとか、人が働きかけすることによって、不動産の土地というのは併合したり分割で変わり得るんだってことでね、しっかりと、例えばこっからここまでですって形で、物的に確定しないと、適切な評価を行うことができないということです。では、物的な確定だけで足りるかというと、そうではなくて、外側から分かりにくい債権等々も評価対象になったり、さらにはこれ価格の特徴の2番ですよね。同一不動産上に2つ以上の権利利益損する場合、代表例が借地権と底地でしょうね。つまりこっからここまでの土地ですって形で物的に確定しても、この土地に借地権と底地が損する場合には、どちらの権利が評価対象かしっかりと確定しないと適切な鑑定評価を求めることができません。なので物的確定のみならず、権利についてもしっかりと確定する必要がある。つまりね、対象が可変的で複数損する等々複雑なので、しっかりと対象動作を確定する必要がある。そういったこれ、ね、理由ということになってきます。これ加点自由ということになってきます。はい、で続いて対象確定条件ですね。縦線を移ってください。対象動作の確定にあたって必要である鑑定評価の条件を対象確定条件と言います。文字通りですね、確定に必要な条件です。対象確定条件は、鑑定評価の対象になる不動産所在範囲等の物的事項及び所有権、賃借権等の対象動産の権利の対応に関する事項を確定するために必要な条件となっています。確定に必要な条件で、確定というのが物的確定と権利の確定に分かれてきますので、対象確定条件も物的事項、権利の対応に関する事項を確定するために必要な条件ということになってきます。ちょっと加点自由的に第2段落3行目、これは文字通り対象動産を確定するための条件にとどまり、鑑定評価によって求めるべき価格の種類までを規定するものではないんだということです。対象確定条件というのは、名前の通り対象不動産を確定するための条件であって、なんか対象確定条件が決まってくると自動的に価格の種類が決まるとか、そういったものではないんだということです。価格の種類とは関係ないんだということです。併合鑑定評価イコール限定価格、そういった関係にあるわけじゃないんだということです。これ証文さんにつなげるですね、加点自由的なつなげの文書ということになってきます。で、対象確定条件の具体例5つです。依頼目的に応じて次のような条件があるという形で、問題文の指示に従って赤から青の符号を付して、赤が現況証とした鑑定評価、で、イが独立鑑定評価、で、ウが部分鑑定評価ですね。例えば、ウの部分鑑定評価見てください。不動産が土地及び建物等の結合により構成されている場合において、その状態を証として、その不動産の構成分を鑑定評価の対象とすること。この場合の鑑定評価は部分鑑定評価です。これ実際に定義書かせると、この2行目、その状態を証として、このフレーズを落としてしまう方がいるんですよね。これ非常に重要なフレーズです。部分鑑定評価というのは、複合不動産である状態を前提証として、敷地部分だったり建物部分を評価対象する場合です。
建付地だったり一体として市場を制する場合の建物の評価の場面ですよね。部分鑑定が定義書かせるような問題は十分考えられますので、しっかりとこう定義ですね押さえておいてください。で15ページ、でエディ併合分割鑑定価ですね。でこれ未竣工ですね。建物ならば建物まだない、工事が完了していないもからず工事が完了したものと想定して評価対象としていく。これちょっと独立鑑定評価の真逆の場面ですね。独立鑑定評価というのは例えば建物ならば建物があるにもかかわらずないものとして評価を行っていくのが独立鑑定評価で、一方未竣工というのは建物がないにもかかわらずあるものとして評価を行っていくのが未竣工ですね。ちょうど独立鑑定表裏、そういった位置づけの条件ということになっていきます。それぞれしっかり定義ですね示すことがポイントになってきます。で証文に移ってください。はい、簡潔にとありますので5章全文ですね。縦1、不動産の鑑定評価によって求める価格は基本的には正常価格であるが、鑑定評価の依頼目的に対応した条件により限定価格、特定価格、または特殊価格求める場合があるので、依頼目的に対応した条件を踏まえて価格の処理を適切判断し明確にすべきである。これで十分です。ただ1点だけ、本文は正常限定価格の上位概念として簡潔に価格の処理の確定を述べればよかったので、この4行の基準の引用で十分だったんですけど、例えば正常特定価格に関する問題で上位概念としてこの価格の処理を確定を述べる場合にはもう一文ですね加えてほしいんですけど、これ続きの文章がありますね。この4行の後に続きの文章がありましたよね。レジュメ5ページ戻ってください。はい、5ページ開いてください。はい、上から3行目で価格の種類の確定の全文が示されています。でこの4行目最後、なお書き以降ですね、これ以降です。ここ特定価格に関わる問題の場合にはこのなお以降もぜひ、なお評価目的に応じ特定価格として求めなければならない場合があることに留意しなければならない。特定価格については評価目的に応じて求めることが義務付けられる場面があるんだということです。求めなければならない、これ義務ってことです。法令等の社会的要請評価目的に応じて特定価格として求めなければならない義務が発生する場合があることに注意しなければならない。ぜひ特定価格に関わる問題の場合にはこのなお書きまでしっかりとですね上位概念としてこの価格の処理の確定の基準ですね引用するようにしてください。でまた回答例15ページ戻ってください。はい、では正常価格、限定価格、それぞれの定義ですね、しっかり示していきます。縦に、正常価格とは市場性を有する不動産について現実の社会経済情勢の下で合理的と考えられる状況を満たし市場で形成されるだろう市場価値を表する適正な価格を言うとなっています。まずこう、ね、客単位忘れがちなんですけど、しっかりと定義のところで正常価格というのは市場性を有する不動産を客体としています。で正常価格が他の価格の種類と根本的に違うのは2行目、合理的と考えられる条件を満たす市場、つまり合理的な市場を前提としているのが他の価格の種類と根本的に違うところということになってきます。で本は定義を述べなさいなのでこの程度で十分なんですけど、さらにこう正常価格がメイン論点と聞かれる場合にはズバリこの合理的な市場の要件論ですね。要件論、3つの観点から要件論が、市場参加者、取引形態、公開機関ですね。さらに市場参加者については5つの要件論、さらには留意事項ですよね。買い主が通常の資金調達能力を有すること、じゃあ通常の資金調達能力とはどういったものなのか、さらには相当の期間市場に公開されていることというのは具体的にはどういったことなのか、まあ、これらに関する留意事項も含めてこの正常価格についてはこの合理的な市場の要件の基準留意事項ですね、これしっかりと準備することが重要。正常価格はね危ないです、令和4年度出される可能性も全然ありえますので、しっかりと正常価格についてはこの合理的な市場の要件論ですね、市場参加者取引形態公開機関で基準留意事項ですね、しっかりと準備をしておいてください。で一方限定価格の定義としましては4行目、
限定価格とは、市場性を有する不動産について、不動産と取得する他の不動産との併合、または不動産の一部を取得する際の分割等に基づき、正常価格と同一の市場概念のもとにおいて形成されるだろう市場価値と乖離することにより、市場が相対的に限定される場合における取得部分の当該市場限定に基づく市場価値を適正に表する価格を言うとなっています。客単は正常価格と共通ですよね。市場性を有する不動産を客体とします。で、限定価格というのはポイントは下から2行目、市場が相対的に限定されて、ね、相対的に限定された市場下での価格概念が限定価格ということになってきます。で、こう定義長いんですけど、やっぱり、ね、こう定義なんでね、正確に記述してほしいんですけど、限定価格というのは市場性を有する不動産について併合だったり分割等々に基づき、正常価格と同一の市場概念のもとにおいて形成される市場価値、要はね、正常価格ですね、正常価格と乖離、つまり第三者が提示する正常価格よりも高い価格を提示することができることによりですね、ことにより市場が相対的に限定された場面の取得部分の価格が限定価格です。これ定義たまに市場が相対的に限定される場面の正常価格と乖離する価格って書いちゃう人がいるんですけど、これ前後関係を逆にしちゃう。市場が相対的に限定されることにより正常価格と乖離する場合のみたいにじゃないですからね。この基準の流れはね、論理的な流れですよ。正常価格と乖離、つまり第三者が提示する正常価格よりも高い価格を提示することができることによりですね、ことにより結果市場が相対的に限定される場面におけるその取得部分の、つまりこれ取得部分ってなってますよね。丸1丸2限定価格、B 土地もしくは B 土地上の建物と一緒に取得部分の価格を求めるときが限定価格、取得部分です。その場合の価格概念が限定価格なんだということになってきます。これ、ね、定義しっかりと理解すれば、この流れがね、ちゃんとこう論理的な意味ある流れだということが分かるはずなんです。併合だったり分割、併合のは増分価値、分割の場合は原価が生じて、その分第三者が提示する正常価格よりも高い価格を提示、正常価格と乖離、高い価格を提示することにより、することができることにより、市場が第三者が提示する正常価格よりも高い価格を提示できるものと、売り主とに市場が相対的に限定される場面における取得部分の価格が限定価格です。これ順番逆にしないでくださいね。それね、全然理解してないってことです。市場が相対的に限定されることにより、正常価格と乖離する場合の、それ分かってないですからね。正常価格と乖離するがゆえに、することによって結果的に市場が相対的に限定されるんだ。このすることによりってのちゃんと意味があります。それでこれ定義になっています。あとはちょっと表現の使い分けですね。少し細かいんですけど、やっぱり定義なので、正確に表現使い分けてほしいんですけど、レジュメ12ページ戻ってください。はい、レジュメ12ページ開いてください。はい、価格の種類、表のようなところですね。表のようなところをちょっと見てください。まず一番上、対象なる不動産ですね。客体は、正常限定特定価格が共通で市場性をする不動産を客体としますが、唯一違うのはここですよね。特殊価格だけ。一般的に市場性を有しない不動産を客体としています。神社仏閣公共公益施設ですよね。これが特殊価格の一番の特徴です。ちなみにこれ、一般的にって表現が入ってますよね。これどういった意味だか分かりますかね。神社仏閣公共公益施設だったとしても、現況をしようとしないならば、例えば取り壊していいならば、市場性が生まれてくるということです。そのことを意味しているのが、この一般的にという表現になっています。それぞれの価格、前提とする市場はと言いますと、左、正常価格は合理的な市場を前提としていまして、限定価格は相対的に限定された市場を前提としています。で、特殊価格というのはそもそも神社仏閣等々、市場を前提としていません。保存等に主眼を置いた価格概念です。
で、特定科学というのは合理的と考えられる条件のいずれかを書く市場、もしくは必ずしも何かしらの市場を前提としない、これノンマーケットバリューというんですけど、法令等の社会的要請からそもそも市場を前提としない価格概念が求められた場合には、それは特定価格として求めていくことになります。ではそれぞれの価格、どういった価格として求めていくかというと、ちょっと表現の使い分け、市場を前提とする正常限定価格は市場価値を表示した価格として記述していく必要があります。一方、市場前提としない、もしくは市場前提としない価格概念を含んでいる特殊特定価格については、市場価値という表現は使えずに、より広い概念であります経済価値ですね、経済価値という表現を使っていく必要があります。市場価値というのは市場における交換価値、市場前提としていますので、市場前提としない、もしくは市場前提としない価格概念を含んでいる特殊特定価格については、市場価値という表現は使えません。市場価値を含んだより広い概念になります経済価値ですね、この表現を使っていく必要があります。あと正常価格、市場価値を表示する適正なって表現になってますね。適正なというのが、これ正常ということを表しています。適正なというのが正常ということです。適正なという表現ができるのは正常価格と正常賃料だけです。適正なという表現が使えるのは正常価格と正常賃料だけです。つまり、例えば限定価格見ていただくと、市場価値を適正に表する価格、適正な価格とはなっていないですね。そういった使い分けです。やっぱり定義なので、それぞれですね、この市場価値と経済価値、適正な価格、適正に表示する価格ですね、こう使い分ける必要があります。あと価格の種類の問題によって、こう加点自由が問われた場合には、何を記述すべきかというと、価格の種類における加点自由としましては、これ鑑定評価報告書の記載ですね、記載すべき事柄が大きく2つですね、2つ、分かりますかね。価格の種類に関わる鑑定評価報告書の記載自由2つ、レジュメ8ページ開いてください。はい、8ページ一番下ですね、鑑定評価報告書の記載というところを見てください。価格の種類に関わる記載としては大きく2つ、まず1つ目は下から2行目、鑑定評価価格または賃料の種類の欄に、最終行、正常価格または正常賃料を求めることができる不動産について、9ページ上、依頼目的に対応した条件により限定価格、特定価格または限定賃料を求めた場合は、格分けで正常価格または正常賃料である旨を付記して、それらの額を併記しなければならない。格分けで併記という議論ですよね。価格の種類だけ取り出して言いますと、正常価格求めることができる不動産、言い方変えれば、これ市場性を有する不動産について、依頼目的に対応した条件により例外的に限定特定価格求めた場合には、原則論、正常価格を格好分けで併記することによって、例外論の位置づけだったり妥当性をですね、説明することができるんだ。特殊価格は格好分けで併記は不要です。なぜかというと、正常価格を求めることができる不動産、つまりこう市場性を有する不動産を客体としていないので、前提が共通ではないので、特殊価格については正常価格の格好分けで併記ですね、求められていません。あともう一つが下、鑑定評価の依頼目的、依頼目的に対応した条件と価格または賃料の種類との関連としまして、本文、鑑定評価の依頼目的に対応した条件により当該価格または賃料を求める域と判断した理由を記載しなければならない。なぜその価格賃料の種類として求めたのか、その理由をしっかりと鑑定評価報告書に記載しなさいってことです。特に特定価格求めた場合には、法令等による社会的要請の根拠、また特殊価格求めた場合には文化財の指定の事実と明らかにしなければならないですね。例えば早期売却の場面、何でもかんでも特定価格として求めるかというと、そうじゃなかったですね。民事再生法における鑑定評価目的のもとで早期売却を前提とした場合に、初めて特定価格、つまり法令等の社会的要請の根拠あってこその特定価格ですので、その、ね、根拠、法令等の社会的要請の根拠、しっかりと鑑定評価報告書に記載する必要があります。一方、特殊価格、市場性を有しない不動産を客体とするのが特徴ですので、なぜ市場性を失うのか、その理由、文化財の指定の事実等々をですね、明らかにしなければならないんだということになってきます。
合わせてですね、こうプラスアルファの知識として、この加点自由として鑑定評価報告書の記載ですね、価格の種類絡みの記載ですね、押さえておいてください。でまた回答例15ページ戻っていただきまして、はい、で小問3ですよね。問題文の指示に従って小問1で示した符号と、あと結論としての価格の種類ですね、限定関係、正常価格ですね、端的に示す。これ理由とか書いちゃダメですからね、本当に印象悪くなります。しっかりと問題文の指示に従ってください。ただ本来価格の種類の問題が出された場合に、一番のポイントはなぜその価格の種類として求めていくのか、その理由をしっかり示すことが実は一番重要な中心論点なんですね。本もそれ理由は記載する必要がないんですけど、例えば併合の場面の限定価格については理由としましては、レジュメ11ページ。はい、一番下の説明文のところを見てください。レジュメ11ページ、一番下説明文のところを見てください。隣接不動産の併合を目的する売買に関連すれば、例示の2番目ですね。なぜ限定価格と求めるのか、理由です。ある土地を隣接土地と併合した場合、併合後の土地の価格が併合前のそれぞれの土地の価格の合計価格より高い価格となることがある。これは隣接土地を併合したことによって、地形、土地の形が良好なものとなったことや、各地規模が拡大したこと等により、寄与の原則が働き、併合前の土地より併合後の土地の方が最有効性の程度が上。12ページ。称するためで。この場合、当該土地所有者にとっては、その隣接土地を併合することで、増分価値が生ずることとなり、その提示価格は正常価格と同一の市場概念のもとにおいて形成されている市場価値と乖離するため、市場が相対的に限定されることとなるため、限定価格として求めるんだ。なぜ限定価格として求めるのか、それは市場が相対的に限定されるか。なぜ市場が相対的に限定されるのか、それは第三者が提示する正常価格よりも高い価格を提示できる、乖離するからです。じゃあなぜ第三者が提示する正常価格の高い価格を提示、乖離するか、高い価格を提示することができるかというと、それは増分価値が生ずるからね。なぜ増分価値が生じたのか、それは11ページ。土地の形が良くなったり、各地規模が拡大したことによって、寄与の原則が働き、最有効使用の程度が上昇したからなんだ。ここですよね。なぜ限定価格とともとるのか、それは市場が相対的に限定されるから。それは第三者が提示する正常価格の高い価格を提示できるから。じゃあなぜ第三者が提示する正常価格高い価格を提示できる、それはね、増分価値が生じた。じゃあなぜ増分価値が生じたのか、丁寧に形が良くなったり、各地も拡大したことによって、寄与の原則、それぞれのマイナス面がなくなって、併合前よりも併合後の方が使い勝手が良くなる、つまり最有効使用の程度が上昇した結果、増分価値が生じたんだ。こういったことを丁寧に説明していくのが、価格の種類においてはポイントとなってきます。なので、じゃプラスアルファ、特定価格として求める理由です。価格の種類はなぜその価格として求めるのか、しっかりと理由を丁寧に説明することがポイントです。では特定価格として求める理由は、ズバリこれ留意事項にですね、答えがあります。特定価格については5章の留意事項で、なぜ特定価格として求めるのか、それぞれの例示ごとに理由が示されてますので、こうプラスアルファですね、しっかりと合わせて確認しておいてください。特定価格についてはそれぞれ例示ごとに留意事項で、なぜ特定価格として求めるのか、理由がしっかりと示されてますので、こうプラスアルファですね、しっかりと確認しておいてください。さらに特定価格が中心論点と聞かれる場合には、5章のみならず各論1章にも特定価格絡みが、それぞれの例示ごとに適用する鑑定評価の仕様、鑑定評価の求め方が各論1章の最後で示されています。これワンセットです。特定価格については5章の基準留意事項と、この各論1章の最後の鑑定評価の求め方ですね、適用する鑑定評価の仕様ですね、こちらもプラスアルファですね、合わせてしっかりと確認をしておいてください。はい、では踏まえて問題1ですね、しっかりと1日くらいかけても構わないですかね、しっかりと復習です。問題1、特にこうプラスアルファ確認しておいてくださいねって言ったところですね、しっかりと復習して、それが問題2への予習になりますので、問題1しっかりと1日ぐらいかけて復習した上で、ね、
問題ですね、第2回の問題って、第2回の問題用紙とあと回答用紙ですね、2枚1セット、第2回の問題用紙と回答用紙2枚ですね、1セット準備していただいて、で休憩を挟んで自らね1時間しっかりと時間を計っていただいて、回答ですね、問題2について第2回の問題用紙と回答用紙ですね、2枚1セット準備して時間しっかり1時間計ってですね、回答を作成して、でその後ですね、また休憩を挟んで解説ですね、見るようにしてください。はい、では前半の講義ですね、問題1のプレ講義ですね、終了いたします。